世界柔道選手権の行われております、バルセロナブローグラナ。この試合場には明かり取りの窓からまだ明るい夏の日差しが強く差し込んでおります。こちらの時間で夕方の7時半を回りました。今日もかなり日中は気温が上がりました。まだまだその日中の暑さを残しています。今日は男子の71キロ級に古賀、65キロ級に大熊、女子の56キロ級舘野、52キロ級上田と4人の選手が出場いたします。今日もまた女子の競技につきましては山口香織さん、男子の競技については斉藤仁さんの解説でお伝えしてまいります。山口さん、はい、今日は上田さんがですね、はい、よく健闘して敗者復活戦に勝ち残ってきましたね。そうですね、キューバの選手に敗れはしましたけれども、その後よく頑張って3位決定戦に進んだと思います。そして斉藤さん、はい、男子の方は古賀、大熊、いずれも決勝に残りました。そうですね、今日は楽しみな一日になりそうですね。そうですね、期待していいと思います。さあ、それでは早速まず今日最初の決勝ラウンド3位決定戦からご紹介してまいりましょう。こちらがオランダのガル、ジェシカ・ガル、そして左側がキューバのペレス、女子の52キロ級の3位決定戦第1試合です。オランダのガル、先日ご紹介したお姉さんのジェニーガルと全くそっくりです。体落としに行きました。ジェシカ・ガル、妹さんの方です。この人は48キロ級の選手だったんですが、この大会は体重を上げました。階級を52キロ級にして上がってきました。まあ、これまで48キロ級ではあの世界選手権でも上位に入ってましたね。そうですね、今年の52キロ以下級のヨーロッパ選手権のチャンピオンですね。はい、そのガルとキューバのペレスとの対戦です。ペレスも前回のユーゴスラビアの世界選手権では3位に入賞しています。このキューバの選手に日本の上田は敗れました。そうでしたね、右のガルと左のキューバのペレスの対戦です。柔道としてはですね、はい、オランダのガル選手は非常に正統派で、組み合ってからの体落とし、そして背負い投げを得意としております。はい、キューバの選手はですね、非常にこう組み手が厳しくて、組む前に、のゴロ手刈りですとか、あるいは組んでからの膝をついた非常に低い、今見ました背負い投げが得意ですね。強いですね、体全体非常にバネがありますね。はい、ですから思わぬところから技が出るんですね。そうですね、試合時間が4分間、非常に体が柔らかいですからね。前回の世界選手権ではキューバのペレスが諸手狩りに行きましたが、この52キロ級で3位に入賞、そしてガルの方は48キロ級で3位に入賞しています。まあ、この52キロ級と言いますと山口さん、はい、山口さんにとってはもう忘れられないクラスになりますね。そうですね、やはり一番気になりますね。そうでしょうね、決勝戦の方は山口さんとの対戦のあるレンドルがですね、はい、勝ち残ってきました。そしてイタリアのジュンジとの対戦となっています。十字固めを非常にこのガル選手得意としているんですけれどもね、はい、昨日お姉さんが3位決定戦に進んだんですけれども、惜しくも敗れましたんでね、今度こそはというつもりでしょうね。そうでしょうね、全くよく似てますね。そうですね、髪の形もそっくりですね。妹のジェシカ・ガル、左側キューバのペレス、ガル選手としては捕まえたいんですね。キューバの選手のところが掴むとすぐ今のような諸手狩り、はい、あるいは背負い投げをかけてくるものですからね、なかなか捕まえることができないんですね。4分の試合時間のうち半分が過ぎました。しかし寝技に入ればガルも先ほどご紹介いただいたような十字固めですね。そうですね、歴史に十字固め、山口さん、最近またヨーロッパではこの十字固めが非常に流行しているんだそうですね。そうですね、一時はあのやはりみんなにこう覚えられてしまったということで、なかなか決まらなかったものですから一時低迷してたんですけれども、最近また復活してきましたね。強いに来た、これが得意のペレスの背負い投げ。この背負い投げがなかなか強烈なんですね。この試合の主審を務めているのは天理大学 OB の二宮さんです。ガルに指導です、はい、ガルに指導、場内からはブーイング。
残り時間が1分20秒台になっての指導というのはこれはガルには答えますが、しかしまだ挽回の時間はあります。また背負いに行きますペレス。しかしですね、もっと座りもっと座りですから、バル選手としては柔道ができないんですね。ちょっと攻めにくいですね、はい、組んでいる時間が少しでもあればですね、バル選手もかけるチャンスはあるんですけれども、攻めようという気持ちがないんではなくて、はい、座られているもんですから攻められないというのが本当だと思いますね。なるほどね。まあ、そこに指導が来たわけですから、ガル選手にとっては非常に厳しいですね。そうですね。さあ、服装を直します。キューバのペレス、前回の世界選手権も3位に入賞しています。銅メダルがかかります。その髪の毛を結んでですね、リボンをしているんですけども。そうですね、試合中にすぐ取れてしまうんですね。残り1分になりました。また膝をついてしまいますペレス。この膝をついてしまうというのはこれはどうなんですか。そうですね、非常に難しいところなんですね、これを駆け逃げと取るか、あるいは技としてみるかというところですね、しかし全く相手が動じない状態で2回、3回続けば必ず駆け逃げということで取られると思いますね、今度は逆にガルの方が背負いに行きました。残りが40秒になりました。キューバのペレスが相手の指導でいわゆるポイント効果がついています。効果が1つ、ペレス有利になりました。残りが30秒台、30秒終わりました。ガル選手は何も技をかけることができないですね。できません。最後に1本何かかけてほしいですけれどもね。逃げに回っているキューバのペレス、背負いに来た。逃げなら相手が踏み込んでくると背負いですね、はい、まるで罠に仕掛けるようなそんな感じで背負いをかけてきます。キューバのペレス、決勝戦に進んだレンドル選手も結局ポイントを取ることができませんでした。そうでしたね、まあ、守りが硬いといえば硬いんですよ ね、 すね。ほとんど時間がありません。終了です。前回に続いてペレスの3位が決まりました。にっこりと白い歯がこぼれます。キューバのペレス、勝負ですからね、はい、やはりどんなタイプの相手にでも何とかできないといけないんですけれども ね、 このもろ手狩りに来ますが、やはり身長は変わらなくてもですね、手が非常に長いんですね。ですから届かないと思っても届いてしまうんですね。キューバのペレスが3位決めています。これはポイントにはなりませんでした。お互いにポイントがないまま、ペレスにとってはガルの指導によりましてこの3位を決めています。6500人収容のブローグラナ、今日は午前中の試合ではまるでもう何かオリンピックの本番を迎えたようなすごい騒ぎになりました。と言いますのはスペインの選手が2人決勝に進出しているんです。56キロ級スペインのブラスコ、71キロ級スペインのルイスと、この2人が決勝に進みましたので、おそらくこの2人が出てきた時には大変な騒ぎになるかと思います。先ほどから応援の予行演習もしてましたね。そうですか、はい。52キロ級は筑波大学2年生の上田睦美です。世界選手権は初めてですが、昨年のアジア大会で優勝しています。その上田選手、世界選手権1回戦はプエルトリコのボスカリーノとの対戦であります。あまり初めてのその硬さというものはありません。よく前に踏み込んでいきます。奥襟を取って足技、大内刈りあるいは大外刈りを狙っていきます。防戦一方に回っているプエルトリコのボスカリーノ、腰を引いています。まずいい動きを見せました。ここで主審がボスカリーノに指導です。したがって効果のところにランプが一つつきました。
初戦は上田リードのうちに試合が進んでいきます。始めから終わりまで上田がどんどんと攻めていきます。もうほとんど時間がありません。ブザーが鳴りました。上田が勝ちました。初めての世界選手権初戦を突破しました上田。このあと2回戦はエジプトのマームド・モサを破りました。3回戦キューバのペレスとの対戦では旗の判定にもつれましたが惜しくも判定で敗れました。敗者復活戦に回った上田、2試合いずれも一本勝ちで3位決定戦に出場することになりました。さて3位決定戦の第2試合です。フランスのボハンと日本の上田結びが登場します。フランスのボハンと上田結びの対戦です。なかなかの強敵を相手に3位決定戦ということになります。主審と2人の副審が入場してきました。まもなく上田のコールがあるはずです。左からフランスのボファン、そして右からは上田結美。4分間の試合が始まりました。背中がフランスのボファンです。この上田選手は初めての世界選手権です。1回戦はプエルトリコのボスカリーノ、そして2回戦はエジプトのマームド・モーサを破りました。3回戦で先ほどご覧いただいたキューバのペレスに敗れました。しかし山口さん、はい、上田さんは敗者復活戦に入ってから何か動きがすっかり良くなりましたね。そうですね、何かやっぱり引き入れるものがあったんじゃないかと思います。それだけにこの3位決定戦も非常に楽しみなんですが、はい、相手のボハンはなかなかの強敵ですよ。そうですね、しかしですね、ええ、このボハン選手寝技で攻めてますね。このまま寝技に抑え込めるか、はい、抑えましたね。抑え込みに入った縦飛行、いや、こけた、はい、足が絡んでいます。このですよ、ここは右足が抜ければ抑え込み。始まって間もなく1分、上田絶好のチャンスになりました。さあじっくりと審判が待ってくれるかどうかですね。あ、待てです。上田としてはですね、このボハン選手は非常にこう素直に組み合ってくれる選手ですので、やりにくい相手ではないと思いますね、はい、この組み手はいいですよ、はい、右の軽量取りました。だいぶ身長差がありますね。そうですね、ボハン選手ももともとは48キロ以下級の選手です。あは、今日はフランスのボハンが非常に調子が良かったですね。そうですね、1回戦2回戦3回戦いずれも一本勝ちでした、はい、準決勝でイタリアのジュンジにこれは1本取られて負けましたね。そうですね、一本強いだったんですけども、本当に綺麗に文句なしの1本を取られてしまいましたね。163センチあります。このクラスとしては長身のある方の左側に回りました日本の上田。まだお互いポイントはありませんが、そうですね、今のところ上田なかなかいいんじゃないですか。はい、組み手としてはいいですね。残りが2分となりました。これから上田は何を狙いますかね。そうですね、相手がですね、少し変形になりまして、大外刈りあるいは内股の返しを狙っているようなんですね。ですからもう少し足を使って、ね、はい、相手を崩してから技に入りたいですね、はい、上田の得意とするのはこの体勢からのこの大外刈りですね、はい、なかなか強烈な大外刈りを持っています。あ、有効。これは一人の副審はないと言っていますが、もう一人の方が、あ、有効を取り消しました。取り消しましたね、はい、場外だったんですか。いえ、今のはですね、腹ばいでした。ですから、腹ばいですから、
技にはなりませんね、はい、そして一番近いところで見ていた腹筋が取り消したということですから、間違いありません。あ、なるほど。さあ、この辺りからボハンの動きが徐々に出てきましたね。そうですね、やはりヨーロッパ選手試合経験が豊富ですからね。上田大外刈り効果であります。残りが1分。ここは寝技思い切りたいですね。そうですね、ここはざっくりと抑えたい、はい、足が抜ければ抑え込みにも入れます。なるべく寝技の時間を長くした方がいいですね、はい、残りが46秒。上田の左からの大外刈り、これが効果になりました。守っちゃダメですね、はい、少しでも守りますとフランスの観客も多いですから、ブーイングが出てですね、どうという可能性もありますんで、もう一つ行きたいですね。筑波大学の2年生です、上田。昨年の北京のアジア大会にも出場しまして、このアジア大会で優勝しました。まあ、そういったものの自信というものがですね、随分こう大きく成長させましたね。そうですね、大阪の桜の宮高校から筑波大学に進んで現在2年生、はい、山口さんは筑波大学の監督をしています。ここで何としてもやっぱり3位を取ってですね、次につなげてほしいですよね。世界選手権の心構えなどだいぶ注意を与えましたか。そうですね、とにかく受けではなくて、攻め攻めでいけというふうに指示を出したんですけれども、特にポイントを取ってからそういう気持ちが大事ですね、はいはい、残りが30秒台、まもなく30秒になりました。待て、惜しいですね。あの寝技に対してですね、十字固めは非常によく見てくれるんですけれども、抑え技に関しては待てが早いですね、はい、効果一つポイントを取っていますが、ここであまり消極的になると、はい、注意がきますと並んでしまう。おっと危ない、小内刈り効果ですね、はい、これは上田の効果、これは大丈夫だと思います、はい、残りがもう12秒、もう少し動いた方がいいですね。10秒、はい、また待て、しかし残り時間が8秒です。まあ、あと8秒で上田の敗が決まります。効果2つを取りました上田。残りが3秒、2秒、1秒、ブーバーです。上田、初めての世界選手権で見事に3位。かなりブーイングが聞こえていますけれども、その中に拍手をする人もかなりいますね。上田よくやりました。はい、全然問題ありません。そうですね、これが効果を取った大外刈りですね。これが初めに効果を取った上田の大外刈りです。では上田選手のインタビューをお聞きください。お疲れ様でした。まずはお疲れ様でした。どうもありがとうございました。今大会は目標どの辺に落ちたんですか。やっぱり優勝を狙ってたんですけど、じゃあ3位という結果はあんまり満足してないということですか。いや、自分には納得いかない結果だったので、どうしても去年から全日本が予選で、去年からずっと目標優勝に置いてたんで、ちょっと残念なんですけど、自分の実力が。男子の65キロ級、まず3位決定戦の第1試合、アメリカのペドロがフランスのカラベッタを、時間終了間際、合わせ技一本勝ちを収めました。3位を決めています。もう一つの試合はソビエトのコスミニンとイギリスのフリーマンの対戦です。男子65キロ級3位決定戦の第2試合、今度は試合場が左から右に変わりました。試合場をこのバルセロナでは畳というふうに表現しています。 A 畳、B 畳と言っております。 B 畳の方で男子の65キロ級の3位決定戦の第2試合が行われます。ソビエトコスミニ、イギリスのフリーマン。攻めているのがコスミニです。
イギリスのこちらフリーマンは4回戦で大熊に僅差の判定で敗れました。今年のヨーロッパ選手権では3位に入っています。寝技が比較的得意ということですが、斉藤さん、はい、その寝技といってもですね、十字固め、腕ひげ十字固めが主体のようですね、はい、そうですね、はい。そのフリーマンに対しましてコスミニンです。コスミニンは世界選手権前回では3位になっています。昨年のカノー杯国際柔道でも日本に来ました、優勝しました。この時は斉藤さん、はい、カノー杯では中村、丸山、大崎といった日本のこの65キロ級選手をですね、いずれも破って優勝したんですね。そうなんです。 しかもあの圧倒的な強さでですね、勝ってしまったんですよね、これは日本にとっても手強い相手だなという感じがしたんですけれども、はい、今回は、まあ、幸か不幸かと言っていいんでしょうかね、大熊選手と顔を合わせることがなかったんですがね。そうですね、最も大熊選手はこのコスミニンに勝ってるんですね。そうなんです、分がいいんですよね、はい、左がそのソビエトのコスミニン、イギリスのフリーマン、斉藤さん、まずそのコスミニン の、ですね、はい、柔道をちょっと説明してくれますか。そうですね、組み勝った時にはですね、強いですけども、組み負けた時にちょっと受けの弱さがあるんじゃないかなと思うんですよね、それと組にあの小外刈り、また、はい、あの谷落としがですね、得意な選手ですね。コスミニンとやる場合にはそうしますと中途半端に出るんではダメなんですね。そうですね、思い切って出るんなら出ていかなければいけない。はい、やはりあの右の選手は小外谷落としにその食いやすいんですよ。はあ、ですからあの大熊君の場合は左でがっぷりなもんですから、その分このやりやすいんじゃないかなと思うんですね。はあ、今みたいにあの大内狩りを跳ね返します。首手であの首負けるんですよね。どんどん前に出るっていい試合をしてますね。そうですね、はい、試合時間5分のうち2分が過ぎました。残りが3分、電光板が見えていますがポイントがありません。一方ですね、フリーマン選手は、振り投げの技ありです。技あり、今みたいに ですね、自分からすくい投げに入っていった技は効果的に効くんですよ。はい、さっきまであの相手が仕掛けてきたのをすくい投げというふうなもんですから、なかなかかからなかったんですけど、今はあの見事ですね。はい、残り時間が2分7秒のところです。すくい投げが技ありになりました。コスミニンには大きなポイントになっています。大外刈りを潰します。コスミニン、その後技ありを取ったら一本取るようなそんな気持ちが欲しいですね。そうですね、このまま下がってしまうとダメですね。からどう攻めるか、コスミニン。またすくい投げに行きます。フリーマンの大外刈りに来るのを待っているようにすくい投げに行きます、コスミニン。
あれじゃダメなんですよね。ダメです。はい。ちょっとこあのコスミニ選手はあの防御に回ってる感じがしますね。自分の流れで試合が進んでいるときにはこう迂闊に技を出すと返されるというような心配というのはどうしてもどこかに残るものなんですか。そうですね、やはりあの下がりながら出すとですね、そういう心配ありますけども、とにかく自分のペースの前に出てったときは、あまり感じないですね。そうですか、はい、場外側に来ましてから前に出ていきましたコスミニンです。依然としてフリーマンの方にはポイントがなし。まもなく残り1分になります。1分。フリーマンも攻めあぐんでます。コスミニンのすくい投げが技あり1本。まだその他にはポイントが出ていません。残りが40秒。フリーマン選手はもうちょっとがむしゃらにいってもいいんじゃないかなと思いますけども、取られてるのがあの技ありなもんですから、思い切って仕掛けていかないとですね、そうですね、それ以上取れないんですよね。一本狙うよりしょうがないですね。はい、逆転の一本を狙いたいフリーマンですが、そこは守りの堅いフリーマンで、コスミニンです。65キロ級の3位決定戦第2試合、ソビエトコスミニン、イギリスのフリーマンの対戦、まもなく試合時間がなくなります。ブザーです。フリーマンも懸命に戦いはしましたがコスミニンの前に敗れました。このバルセロナの大会、コスミニンは65キロ級の3位を決めました。先ほど IOC サマランチ会長も正面の席に座りまして、この世界柔道選手権大会の模様を見つめていますが、ちょうど今この時期、世界柔道選手権の他にジュニアのレスリングの大会とか、あるいはワールドカップの水球の大会、その他国内選手権などもまとめまして十数競技が同時に行われて、プレオリンピックと称してオリンピックのリハーサルをしております。したがって選手の輸送とか、あるいは警備の問題とか、まさにオリンピックさながらにこの柔道選手権も行われております。そして来年の柔道競技の会場にもなりますこのブローグラナ、これから男子の71キロ級の3位決定戦2試合が行われます。まず韓国のチョン・フンとハンガリーのハイトクの対戦です。右から韓国のチョン・フン、左からは韓国のハイトク。71キロ級ぐらいになりますとだいぶ動きも激しくなります。小木がいい、斉藤、斉藤さん、はい、韓国のチョン・フンはこの人はアジア大会のチャンピオンですね。そうですね、あの古賀を破ってチャンピオンになりましたね。そうでしたね、はい。まあ、古賀選手が敗れた試合というのは判定にもややこう疑問を感じるような場面もありましたけれども、いずれにしてもポイントが取れなかったわけですよね。そうなんです。本当にもうあのしぶとい選手ですね。その韓国のチョン・フン、4回戦でソビエトのジェブアゼの大外刈り18秒で敗れました。一瞬あっけに取られたような表情を見せました。決勝進出を果たすことができませんでした。今年のフランス国際でも2位に優勝しています。
ラがハンガリーの敗北。敗北はこの大会は準決勝で古賀の袖釣り込み腰1分19秒に1本負け。あの古賀にですね、あーっと添い投げ技あり3分技です。3分47秒残しています。技ありを取りました。1分13秒のところです。なかなかキレが良かったです。そうですね、出会いがすらに不意に入りましたね、技が切れますね。そうですね、今日はあんまり調子良くないかなという見方を、ね、しとったんですけども、なんか吹っ切れたんですけどね。はあはあ、あの斉藤さん、聞く方によりますとね、はい、韓国の国内選手権、今度はハイトスの一本強いだ。それは場外、しかも頭から落ちました。思わずこのチョン・スンがコーチの方に視線を送りました。いやー、まずかったなというそんな表情を見せましたが、あの韓国の国内選手権の時はあまり元気がなかったそうですね、はい、そうですね、彼もちょっとあの減量が厳しいんじゃないかなと思うんですよね。小内刈りに来るところをすくい投げに行きます。チョン君、今度は背負い、この左の背負いが得意です。あるいは右の大内刈り、大内刈り背後出し、しかし斉藤さん、はい、ハイトスの方も背負いはなかなか強烈ですね。そうですね、近づいですね、やはりもうあの技に捉えてるもんですけど、思いっきりいかないとですね、もう逆転は不可能なもんですから、はい、そういう気持ちでいってるんじゃないかなと思いますけども、ハイトスも効果を一つ取っていますが、効果一つではとても技ありにはかないません。おっと、ちょっと手が口に当たりました。トンクまた背負います。チョン、もう半分経過しています。袖釣り込み腰に行きました。チョン君、ハイトスがあの古賀さん、はい、斉藤さん、古賀選手に敗れた時にですね、はい、あのなんか自分の体ちょっとジェスチャー見せるようにしてね、はい、指でこうぐるぐる回ったようなジェスチャー見せてましたね。そうですね、なんかもう1回転も2回転もしたような感じで叩きつけられたというそんな感じのあの表情を見せていたんですけれども、強烈でしたね。そうですね、また袖釣り込み口に見せます。チョン君、これは食わないよという表情を見せました。ハイトあまりあの場外際でですね、ああいうふうにかけると、指導をですね、つけ逃げを取られるんですよね、はい、ですからちゃんと持ってですね、かけた方がいいと思います、はい、今みたいに背負い投げかけてすぐ離したりするとですね、かけ逃げじゃないかって思われるんですよね、ああ、さすがに行きました。再三このハイトスが背負いに入りますが、何が欠けてますか、ポイントにならないのは。やはりあの相手を崩さないで、漠然のところかけてるんですよね、ですからあの防御されますね、はい、しかし技ありを取られているだけにハイトスも前に踏み込んでいきます。1分切りました。残り時間がもう50秒台です。どうも下がったらダメですね、前に出てかないとダメです。今度は食い投げ、中に引き入れました。ヒョン君、斉
トスの方はもうちょっとですね、自分の組み手になったら足技とかですね、使って相手を崩してから大きい技に入ってたらいいと思いますけども。再三背負いを見せますけれども、ポイントまでつながっていきませんね。そうですね、もうちょいですね、残り30秒、71キロ級の3位決定戦の第1試合、韓国のチョン・フン、ハンガリーのハイトス。残りが17秒あります。指導です、チョン・フンは指導、効果が1つ増えます。しかしチョン・フンは何といっても技ありを取っています。試合が始まって1分をわずかに過ぎたところで背負い投げ、これが技ありになりました。それだけチョン・フンが試合の流れ有利に進めています。ブザーが鳴りました。韓国の3位が決まりました。チョン・フン3位決定です。アジア大会の頃に比べてどう見ますか？僕はちょっと元気がなさすぎるかなと思いますけども、去年のあのパノージゴロハイの時のですね、彼の方が最も元気があったですね。男子の71キロ級3位決定戦の第2試合です。イタリアのスリとソビエトのジェボアズの対戦になります。今度は試合場が右側にかかります。変わります、リー畳の方です。見えている選手は52キロ級決勝に出る左側がレンドル、右側がジェンブです。3位決定戦の第2試合、右側からイタリアのスリ、左側からソビエトのジェボアゼが出てきました。ジェボアゼとスリの対戦です。これも力強い試合が予想されますね、斉藤さん。そうですね、あのソ連の選手は今日は調子良かったんですけども、うまく足払いで合わせられまして、はい、一歩負けしたんですけども、調子はいいですね。有効を取りました。ジェボアゼ、ね、はい、内股有効を取りました。25秒、まあ、これは斉藤さん、はい、力から言ったらやはりジェボアゼの方がかなり上なんじゃないかという見方が強いと思うんですがね。そうですね、僕もそう思いますけども、ジェボアゼはまだ20歳です。一方のイタリアのスリの方は27歳です。まあ、とにかく決勝進出をかけた準決勝ではスペインの選手への大声援の中、ジェボアゼが出足払いに一本で敗れました。準決勝で敗れまして決勝進出の涙を飲みました。そしてこちらがイタリアのスリ、古賀には前線をいたしました。イタリアのスリです。物たがり、待て。このクラスにはソビエトにはテナーゼという選手がおりますが、今ソビエトはご承知のように国内の紛争が続いています。テナーゼはグルジア出身の選手でありますので、この大会に出ることができませんでした。まあ、この他軽量級でも斉藤さん、トチカシビリという非常にいい選手がいるんですが、トチカシビリも出てきませんでしたね。はい、まあ、こういう大会もそういう政治的な紛争も大きな影を落としていますが、そのテナーゼに代わって出場したジェボアゼ、決勝進出は果たせませんでしたが3位決定戦です。現在のところ有効を1つ取りました。内股、しかしこれは待てです。待てですね、審判が待てのコールをしておりました。今
今日はですね、内股と大外股がものすごく切れてたんですよ。一本です。今度は一本決めました。1分50秒うまく決まりましたね。そうですね、はい、バルセロナのシンボル、サグラダ・ファミリア。アントニオ・ガウディがこの壮大な建築に取り掛かったのが1883年、31歳の時でした。1926年、志半ばにして73歳でガウディは亡くなりました。しかし彼の夢は今なお多くの建築家たちの情熱を駆り立てています。1世紀を過ぎた今も彼の意志を受け継ぐ人々の手で建築が進められていますが、完成までにはあと200年以上もかかるという、なんとも気の遠くなるような話です。ガウディは40代から50代にかけて他にもさまざまな名高い建築物を生み出しています。ガウディ建築の特徴は曲線による表現と奔放な色彩感覚にあります。私たちの常識をはるかに超えたその独創性、創造性は見るものを驚かせます。街を歩いておりまして、私たちの目を楽しませてくれる、まあ、いろいろな建築物などがたくさんございますが、芸術家をたくさんに生んだ街、ミロ、ピカソ、ダリ、そしてガウディ。思わぬところでですね、こういう建築物にパッとこう出会うことがありますね。そうですね、ガウディの作品というんですかね、建築物見てますと何か崩れて落ちそうな、非常にこう細長いといいますかね、そうなんですよね、ものが多いですね。サグラダ・ファミリアですね、はい、しかし圧倒されますね。そうですね、スケールが大きいなという気がします。今度は52キロ級のいよいよ決勝戦が始まります。まずイギリスのレンドル、イタリアのジェンジ、この2人の対戦は前回1989年ユーゴスラビアベオグラードの世界選手権の時の決勝戦と全く同じ顔合わせになりました。その時はレンドルが勝ちました。世界選手権2連覇を果たしていますレンドル。ですからこの試合は3連覇がかかります。そうですね、52キロ級の決勝戦、この2人はですね、長年ライバルとしてやってきてるんですけれども、ちょっと順次の方には分がないですね、はい、ここ何年間かを見たところではそうですね。ですからしかし今日はですね、準決勝順次選手、一本背負いで一本勝ちしてきてますんでね、やはり今回は何回やってほしいという気がするんですけれども ね、普通に試合をしたんではやはり紙一重の差でレンドル選手の方が勝つんではないかと思いますけれどもね、はい、レンドルはベテランベテランと思っているんですが、年齢はまだ25歳なんですね。そうですね、順次の方も同じ25歳ですから、はい、まあ、そういった意味では条件は一緒、はい、2人とも背負い投げを得意とした選手ですね、はい、それに加えて、はい、レンドル選手は今見せたもろ手刈り、そしてすくい投げなどを得意としています。それと山口さん、はい、レンドル選手というのは非常に受けの強い選手というふうに聞いてますかね。そうですね、重心が低いんですね。そして技をかけられた後のやはり対応が早いんですね。
山口さんとは何回ぐらいの対戦があるんですか？そうですね、ですね、4回対戦して2勝2敗です。ああ、そうですか。はい。ああ、そういえば思い出しました。あの前回のユーゴスラビアのベオグラードの大会で優勝した時にですね、放送席の山口さんの方ににっこり笑顔を見せましたね。そうですね。そのレンドルが左、そして右側が順次。その前回の世界選手権と全く同じ顔ぶれの決勝戦になりました。やはり2人を比べますと、レンドル選手の方が若干やはり柔道の幅が広いといいますか、あの技も多いんですね、はい、ですからどういう対戦でも対応できるという気がします。準決勝のお互いの試合を見ますと、レンドルの方はキューバのペレス、全くポイントが取れずにですね、相手の指導で勝ち上がってきました。順次、はい、の方はフランスのボハンをですね、一本勝ちに破って決勝に進みました、はい、この辺のこう勢いの違いというものは何かありますか？あまり関係ありませんか？しかしですね、今大会はですね、予選から決勝まで時間が空くんですね、ですからそこでやはり流れがある程度切れるということはあると思いますね。そうですか、はい、あのまま決勝戦に行ったんであれば、多少違ったのではないかと思いますけれども、準備の手負いです。しかしこの大会、準備の方は非常にあの積極的ですね。そうですね、やはりあの惜しいところで何度も敗れてますんでね、今度こそはという気持ちがあると思いますね。ソウルオリンピックが3位、そして前回の世界選手権が2位、惜しいところでタイトルを逃しています、はい、2分、残りが2分となりました。それも大差で負けるんではなくてですね、惜しいところで敗れてるだけに悔しさもあると思いますよね。右足を狙います。引き倒しを狙いました。レンドル、残り時間が1分38秒、2分22秒が経過しましたが、これまではどうですか？そうですね、五分だと思いますね。そうですか、はい、しかし今日のやはり順次選手の動きはいつもに比べていいですね、はい、そうなんですね、はい、支え釣り込み足、こういったところ非常に積極的ですよね、若干試合のペースは順次選手かなという気がしないでもないですけれども、はい、しかしやっぱり世界チャンピオンですからね、レンドルここから出てくると思いますよ、はい、いつになく技を積極的に出してきます。イタリアの順次、66キロ級では同じイタリアのピエラントッチが2回連続の世界制覇を果たしています。そのイタリアの順次、いよいよ残り時間が1分になりました。特に柔道の場合は残り1分、この1分の勝負が大事と言われています。特にまたお互いポイントがないままにしてますから。そうですね、二宮出身待て、ジュンジかデンドルか、走って帰るようになりました ね、 そうですね、非常に見ていても気持ちのいい両者の対戦、ジュンジ選手としてはチャンピオンになるためにはここからでしょうね、はい、片や初優勝ジュンジ、一方のレンドル、3回連続の優勝なるかどうか。残り33秒の勝負になってきました。まだ今までの段階で決着つけるのは難しいですね。そうですね、判定は非常に難しくなってきます。さあ時計が動きます。30秒、まだ分かりません。今順次が主審の二宮さんの方を見ましたが、はい、駆け逃げではないかというね、この頃 の、 あの選手はですね、審判の顔を見るというのが多いですね。15秒になりました。残り10秒です。もろ手刈り、さあどうなるか。残りが5秒、もう試合が終わりました、はい、時計は止まりませんでした。私はこの試合は順次の方が若干良かったような気がしますね。赤、白、二宮出身は白、はい、順次の初優勝、はい、レンドル3連覇ならず、まさに
際どい勝負になりました。主審の旗が白赤分かれました。主審の二宮さんが右手を上げて白、初優勝を果たした順次、イギリスのデンドル3連覇ならず。非常に微妙ではありましたけれども、この試合に限ってはやはり順次選手は非常に積極的でしたね、落ち着いてもいました。ちょうどこの私たちの放送席の目の前に順次が講師団に、もう祝福の祝福を受けていますが、お互いにポイントはなかったんですけれども、その流れの中ではやはり順次、そうですね、やはり私先ほど予選の調子が切れるんじゃないかと言いましたけれども、繋がってたようですね。やはり気持ちが乗ってたんだと思います。前回の世界選手権は涙を飲みましたが、今度の涙は本当に嬉しい涙ですね。さあ、いよいよ日本の大熊選手が登場してきます。65キロ級は大熊雅彦です。世界選手権は初めて2回戦から登場します。初戦の相手がチェコのペトリコフです。非常に大熊が積極的な攻めを見せています。大外刈り、これが有効になりました。さらに締めに行こうとしています。ペトリコフの方はやや腰を引いています。すでに指導も受け注意も受けました。すっかり大熊のペースで試合が進んでいます。一本は取れませんが、しかし大熊着々と技のポイントを重ねていきます。防戦一方のチェコのペトリコフに対して優勢勝ちを収めました大熊。2回戦突破、そして3回戦はカナダのカンティーン、4回戦がイギリスのフリーマン、それぞれ破りまして、いよいよ準決勝、決勝進出をかけてフランスの強豪のカラベッタとの対戦であります。しかし大熊の動きは全く衰えません。スタンドから上村監督の声も飛びます。相手を十分に追い込んでいます。カラベッタの方はあまりにも大熊の果敢な攻めに対して受け身一方、防戦一方で指導から注意、さらにまたここで審判が集まって大熊は指導、そしてカラベッタの方は警告です。これでもほとんど試合は大熊のペース。大熊しかし手を緩めません。相変わらず前に攻めていきます。防戦一方のカラベッタ、このカラベッタを破りますと決勝進出が決まります。大熊いい流れで試合が運んでいます。さあ大熊が勝ちました。決勝進出です。71キロ級の古賀と並んで65キロ級大熊雅彦、決勝進出を決めました。大熊の対戦相手はドイツのケルマルキ。ケルマルキは前回に続いて決勝進出です。日本の大熊雅彦は初めての世界選手権で決勝に進出してきました。さてそれではまず斉藤さんにこの試合の見どころを伺いたいと思うんですが、はい、今日のですね、大熊選手は相手に柔道をさせないで自分の柔道を心がけてやってるんですよね、ただ気になる点は技をかけるのがちょっと遅いんですよ、はい、それだけですね、ドイツのケルマルツ選手は僕は今日は絶好調じゃないのかなと思いますね、はいはい、前回決勝に進みましたが決勝で敗れました。優勝を逃したケルマルツ、今度こそは意気込みに燃えています。それを阻むか、日本の大熊、試合が始まりました。5分間です。おっと足払いに行きましたケルマルツ。この足払いが非常に強烈なんですね。そうですね。今度は逆に大熊、動きの速さもあります。照丸、
力比べでは決して外国選手には引けを取りません大熊、はい、大熊は引いて取りたいところですね、あ取ってますね、取ってますね、取ってますね、大熊選手について言えば大変心強い点はですね、はい、日本選手の中でも外国選手に最も強いのがこの大熊だというふうに言われてますね。そうなんです、はい、それはどういう点なんですか。そうですね、力とスピード外人選手に引けを取らないぐらいのパワーを持つんですね、はい、それとあと気持ちが強いんですよ、はい、絶対下がらないんです、前に前に圧力をかけてあの試合するもんですから、そういうところで外人選手に強いというね、なるほど。それと斉藤さんもう一つはですね、はい、65キロ級ですから168センチの大熊選手、相当体重の調整というのが難しかったと思うんですけど、はい、この大会は非常にうまくいったようですね。そうですね、あの試合前の練習でもですね、あの減量で苦しい顔は一つもしなかったですね、はい、そういうものも大きなパワーにつながっていきます大熊。この速い動きを見せますテルマル、先にですね、あの引き手と襟を取った方がいいと思いますね、はい、大熊選手の視線の先には日本のコーチ陣がアドバイスを送っています。やはりあの決勝戦とも なるとなかなか組めないですね、両者ともお互いに組ましたかありません。そうですね、残り時間3分17秒、お互いの組み手争い両選手に指導です。さあがっちりと取りたい大熊、大外刈りに来ます、強い大外刈りを持っている大熊です。体は負けません、いいタイミングだったんですけどね、受けが強いです。あ、相手の引き手を切った、なかなかいい試合になりました、お互いに技が出ます。僕は絶対下がらないから、ね、下がりませんね、いいですね。今日はこれまでの試合はことごとく常に前に前に出ています大熊、この姿勢は危なかったですね。そうですね、あと大外刈り、大外刈り、ケルマルクもなかなか受けが強い、もう少し上半身の崩しが効いてたら、今のタイミングだと一本なんですけども、いいタイミングで入ってましたね、はい、上半身が崩れてなかったです、はい、大熊選手の高校の同級生が岡田博隆選手なんですね。そうなんです、その岡田選手が86キロ級で優勝しました。これまでは一歩も二歩も岡田選手の方が先に行っていた、その岡田を目標にして頑張ってきたと話していた大熊です、まあ、前回の世界選手権も支援部隊として世界選手権の場に乗り込んできたんですが、選手のその脇役として一生懸命選手を盛り立ててきました大熊、今度は自分が選手となって試合場で戦っています。入ってませんね、十分に柔道員は、あの手が張ってくるとですね、なかなかあれをするのが大変なんですよ。そうですか、はい、残りが2分10秒台になりました、もう3分近くが経過しています。絶対下がったらダメですね、大熊は。ちょっと仕掛けた方がいいと思いますね、はい、2分を切りました、1分55秒です。何か息の詰まるような試合になってきました、まだいずれもポイントなし、なりました。これは大熊選手にとっては大きなマイナスになります。
あの動きを取られましたか。そうちょっと頭下がったところなんですけども、ちょっと早いかなと思いますけども、厳しいですね自分は、しかしまだ挽回のチャンスはあります。1分30秒残り時間、技で取り返したい大熊。その技出さないとダメですね。そうですね、ちょっと技が出ませんね、はい、足払いに行きました。テルマルク、ちょっと動かされている大熊、自分のペースで動きたい。1分残り、1分残り59秒、ここはもう最後1分の勝負。あ、また審判が集まる、審判が集まります。今ですね、大熊の組手になってたんですけども、技が出ないんですね、足技でいいんですけども、今度また注意が来ますと今度警告になりますよ。そうですね、多分両者に来るんじゃないかなと思いますけども。あ、来ました、すいませんでした。さあ、大熊にとっては恵まれました。ここも最後の勝負、ちゃんともっとあの技かけなきゃダメです ね、 そうですね、これだけじゃダメです。もうとにかく有効を相手に取られています。さあ大熊、おっと、懸命の寝技に入るテルマル、残りが30秒、ここは大熊立ちたい、大熊立ちたい、しかし立てない。20秒切りました、残り15秒、これは立ちたいですね。そうですね、まだ動きが止まってないもんですから、なかなか待てのコールが来ません。残りまして時間がなくなりました。大熊惜しくも決勝で敗れました。しかし悔いが残りますのは、技で取られたポイントではありません。2回の指導で注意となりました。これが結局敗戦につながってしまいました。大熊、ヘルマルク初優勝、前回が2位に泣いたテルマルクが今回は優勝です。大熊が2位であります。いやー惜しいです、残念です。カボチの時もですね、吉田の時も、はい、今度は大熊の時までも指導注意で負けてるんですよね。そうですね、やはり斉藤さん、このあたりは日本の柔道人としてもですね、はい、もう一度改めて考え直さなければいけない点です。そうですね、これほど審判が厳しいとはですね思わなかったですね。
今日はですね、はい、この村本選手、そしてスペインのブラスコ選手と2人とも絶好調ですね。好調ですね。はい、文句なしの駆け上がりです、はい、ブラスコ選手は、全て一本勝ちでこの決勝まで来ました、はいはい。まあ、この6500の大観衆がですね、はい、全てブラスコを応援しているという感じさえするんですが、はい、これだけの味方がいるだけに大きな力になります。そうですね。ブラスコは前回の世界選手権は3位です。したがってスペインにとってここで優勝すれば女子の柔道界初の金メダルということになります。そうですね。日本人女子の場合にはですね、こういった応援なんかは逆にプレッシャーになってしまう場合もあるんですけれども、スペインの選手なんかは大きな力にしてますよね。そうでしょうね。ですから逆にブラボティの方にすればこの声援がもう全く敵になってしまうんですよね。そうですね。しかし今日のブラボティはなかなかあの巴投げが冴えております、はい。あの世界チャンピオンのですね、アルノー選手も一本足、あまり内股ですね、ブラスト技ありのポイントを取りました、はい。やはりですね、このまま寝技に抑え込もうというブラスト、自力的にもですね、やはりブラスト選手の方が少し上なんですね。ブラスト選手としてはアルノー選手が出てくるよりもブラゴティ選手が出てきたことで気持ち的にもあの楽に試合をしているんじゃないかと思います。そうですね。前回の世界選手権の成績を見てもブラストは3位、一方のベルギーのフラゴティエの方は7位という成績でした、はい。しかし今大会はベルギーのフラゴティエも非常に調子に乗っていまして、そうですね、あの巴投げが面白いように決まりましたね、はい。そしてベルギーといえばですね、女王と言われたベルグマン選手がおりまして、はい、そのベルグマン選手引退しましたけれども、盛んにこのフラゴティエ選手を応援してましたね。ま、ね、もなく残りが1分30秒になります。ブラストが技ありを取っています。ブラボティ選手としてはもっと思い切った攻めが欲しいですね。ちょっと動きが少ないですね、はい。やはり相当引きつけられてるんですか。そうですね、やっぱり力があるんですね。思うように力が出ませんね、はい。ブラスト選手、勝ちを意識してますかね、はい。ちょっと表情も硬くなってきました、はい、ブラスト。さあ、クラゴティエ、残り1分で果たして挽回できるかどうか。どちらも優勝すれば初優勝。しかも、スペインのブラストにとっては、ブラストの指導に、満員の観衆がブーイングです。納得できないというところです。しかし実際に少し守りに入ってますよね。守りですね。なんといっても技ありという大きなポイントですから、うん、はい、もう浮かせに出ていって回避を取られるよりは守った方がいいかなという、はい、そういう計算も ね、その守りがちょっと極端すぎますね、残りが30秒自国ですからね、最後までいい試合を見せてほしいですよ ね、 すね。クラゴティエも何か仕掛けたいところですが、また行きます。さあ、このまま寝技で時間を稼ぐかブラスト。残りが10秒過ぎました。さあ、いよいよ今夜初の金メダルまで5秒過ぎました。
グラスト、この56キロ級に金メダル、スペインの女子の柔道界の初の金メダルであります。ベルギーのクラウディを打ち出しました。大会の3日目になってようやく古賀の出番がやってまいりました。日本柔道界のその名誉にかけても古賀の切れ味鋭い背負い投げに期待したいところであります。2回戦から登場です。対戦相手はスイスのペレット。やはりヨーロッパの選手も古賀の背負い投げは十分に知っております。なかなか十分には取らせてくれません。そこを古賀がどう攻めるか、じっと気を伺います。まずペレット、そして古賀の小内刈り、これはポイントにはなりませんが、主審の待てのコールですが背負いに行きました。これは待てです。残念ながらポイントにはなりません。しかし古賀なかなかいい動きを見せています。スイスのペレット、さあいった、決まった、決まりました。鮮やか一本勝ち、袖釣り込み腰です。3分をわずかに超えました。まず初戦古賀一本勝ちを収めました。続く対戦相手3回戦は中国の関翔成です。世界選手権は初めて。その関、さあ古賀はどう攻めるか、行きました、決まった、いやこれはポイントにはなりません。しかしすぐに抑え込みに入ります。抑え込みに入りました。主審の抑え込みのコールですが、いや一度解けました。また改めて抑え込みです。横四方固め、1本です。送り襟締めが決まりました。中国の関参った。1分4秒で勝負をつけました。そして4回戦はイタリアのスリには優勢勝ち。いよいよ準決勝、決勝進出をかけてハンガリーのハイトスとの対戦であります。日本のファンにもおなじみのハイトス。さあ古賀が今度はどんな攻めを見せるか。固唾を飲んで見守る中、決まりました。一本勝ちです。決勝進出、これまた袖釣り込み腰を決めました。1分19秒、鮮やかな技のキレを見せました古賀。前回の世界選手権に続いて連続決勝進出、2連覇の期待が大きくかかってきました。大熊がこの前に決勝戦を戦いましたが、それを目の前で見ていた古賀、果たしてどんな形で臨むんでしょうか。
古賀が切れ味鋭い技を出しますと思わず一瞬固唾を飲むようにして一瞬静まり返って、その後大きな拍手が起こります。古賀2回戦ではスイスのテレスト、3回戦は中国のセキ、4回戦イタリアのスリ、そして準決勝ハンガリーのハイトス、そのハイトスを破った時には袖釣り込み腰1分19秒ものの見事に畳に沈めました。この勢いに乗って決勝に進んでいます。対戦相手はスペインのルイ。今日は動きがいいですね、すごくですね、はい、このスペインのルイスは1984年21歳の時にヨーロッパ選手権で一度3位になっていますが、それからはあまり目立った成績は残っていません、ルイスです。しかしそういった点を見ましても斉藤さん、なかなか力を持っている選手だと見ていいですね。そうですね、強烈な足技を持ってますから、無造作に前に出てったら危ないですね、はい。まあ、古賀の場合はどの相手とやっても同じようになかなか持ち手をしっかりと取らせてくれませんね。そうです、そういった中からまた古賀の技を生み出していきます。しかし攻めているのは古賀、前に出ます。斉藤さん、今日の場合はやはり古賀選手には技でポイントをしっかりと取ってほしいという、そんな感じがしますが。そうですね、ただもうなかなか組ましてくれないんですよね、組んだらもう投げられるのは分かってるもんですから、必死ですね、はい、相手もですね。さあ行った、入りました、入った、ルイスの方もその古賀の背負いを警戒しています。前回の世界選手権に続いて2回連続の優勝がかかります古賀です。古賀君もですね、背負い投げにこだわらないで後ろの小内刈りとかですね、はい、前後ろ前後ろで攻めていったら技の効果は出てくると思います。ああ、ここで日体大の青木監督の話をご紹介しますと、予選の試合は命、技の切れさも大変よく落ち着いていた。古賀には来年のオリンピックを前に各国の相手に古賀の強さを示すために一本取りに行く荒々しい柔道をしてほしいと、日体大の青木監督はそんな話をしていました。まあ、今回の古賀選手の柔道の試合ぶりを見ますと、そういった意味では非常に積極的に前に出る攻撃の柔道を見せています。もう2分経過しました。なんか時間の経つのが早い感じがします。非常に低い体勢からの背負い、もう逃げています。スペインのルイス、さあどう攻めるか。古賀の場合には背負い投げばかりではありません。足技もあります、小内刈り、そして締め技などもあります。そういう点では古賀の柔道には広い幅が出てきました。斉藤さん、はい、私の声聞こえますか。はい、何とか聞こえます。そうですか、はい、このルイス選手の技がですね、どうしても場外にはややこう駆け逃げ的な感じさえするんですよね。そうなんです、先ほどまでああいう体勢をしてたらすぐ指導が来たんですけども、ちょっと審判もこの大観衆に飲まれてるかなと思いますけども、さあ、そういう投げ、これも変わらず得意技。残りの時間が1分59秒、もう2分を切りました。3分経過して互いにポイントがありません。もうちょっと攻撃は足技を使った方がいいですね、はいはい、あの強烈な攻撃、最近では出足払いもですね、練習してるもんですから、はい、両方出していって背負いの 大技に持ってた方がいいと思います、はい、
残りが1分59秒です。ちょっとコースのアドバイスを耳を傾けました。入った決まったか。有効見事に決めた。大きなポイント、袖釣り込みよし。今日は3本いずれも袖釣り込みよしです。1本袖釣り込みよし。残り時間が1分37秒から35秒。ついに出ました古賀。タイミングとしてはこう1本決まるような感じで勝負出来上がりましたね。さあここでスペインのルイスも出てきます。ポイントを取られれば出てきます。そうなれば古賀にもまた投げのチャンスが生まれてきます、はい、そうなんです。さあここは足技も出したい。相手が前に出てくれば投げやすいですね、はいはい、ただ一つ出足払いは気をつけなければいけません。この体勢から締めもあります。あ、締めに入った。あっとっとっと、これから締めに入るというところに審判の待ての声。これはどうしたことか。ちょっと審判早い非常な気がしますけども、ちょっと考えられません。完全に飲まれてますね審判も。少なくとも世界選手権という場での決勝戦の審判です。古賀がこれから締めに入ろうというところまででありました。残り時間が59秒です。しかし斉藤さん、はい、そういうものにもですね、1本の技が出れば全て吹っ飛ぶんですかね。そうなんです。残り1分の勝負、1本決めてもらいたい古賀。背筋では片襟でも強いに行きます。押し込んで下がる。ルイス小石狩足技が出ます。残り時間1分45秒のところで古賀の背負い投げ有効が出ました。残りが30秒。さあ古賀、さあ攻めに行った。20秒切りました。さあここはもう抑え込もう。残り5秒。まもなくリザーだ。残りが1秒で止まっている。古賀もう2連覇達成。決定的。残り時間が1秒で止まっています。世界選手権2連覇を決める古賀の袖釣り込み腰。ブザーです。古賀やりました。見事でした。古賀決勝戦に得意の袖釣り込みの人も出ました。さすがですね。そしてお聞きください。あれほど先ほどルイスに送っていた声援はですね、この古賀の優勝に温かい拍手ですよ。そうなんです。そして対戦相手のルイスも古賀に対して拍手を送っていました。今日は男子は2階級65キロ級と71キロ級2人が決勝に進みましたが、大熊が惜しいところで優勝を逃しました。しかしやはり古賀日本の切り札です。71キロ級2回連続制覇しました。やはり 2回連続ということでですね、ちょっとプレッシャーかかってたんですよね。そうですか。その中でまして決勝戦でこの大観衆がもう全てですね、敵につくと全てがもう向こう側の応援という感じの中ですね、いう感じでですね。いや素晴らしいです。山口さんいかがですか。そうですね、ただ古賀さんとしてはですね、試合見てますと、飛び出ての選手が上がってくるよりは、はい、やりやすかったように見えましたけどね、余裕があったみたいです。あは
とうございます。ありがとうございます。まず今のお気持ちは？いやー、本当嬉しいです。今日この大観衆の中でやりにくいことはなかったですか？いや、監督コーチの先生方に自分の応援だと思えっていうに言われまして、まあ、気持ち切り替えたところ結構自分の応援な感じでやりました。古賀さんの場合、いつも優勝優勝って金メダルって言われてプレッシャーを感じませんでした？いや、もう今年からなんか初心に帰ってですね、攻める柔道を心がけてましたので全くそういうのはありません。今日足技少なかったですね。やっぱ投げにこだわりましたか？いや、そんなことないですけども、やはりなかなか日本人と違うんでなかなかタイミングが合わなかったんで、まあいった結果になったんですか。今日自分の柔道振り返ってどうですか？そうですね、まあいろいろ問題点は反省点はいろいろあるんですけども、とりあえずいい感じで優勝できました。で、2連覇ですけども、前回の優勝と比べて今回どうですか？いや、今年の方が結構気が楽って言いますか、一昨年は切羽詰まってましたので、今年は結構思い切った柔道ができました。でも自分は絶対落とせないっていうそういう気持ちはなかったです？もう常に負けれないと思ってるんで、もういつも前に立ってくる相手は勝つっていうふうに思ってるんで、いよいよ来年オリンピックですね。はい。いや、もう今年の反省点をいろいろ勉強しまして、また来年備えたいです。お疲れ様でした。まあ、しかしあれだけのこう大歓声になりますとね、山口さんも経験が終わりのようですけれども、自分の冷静さがこう失われてしまうというね、そういう怖さもあるでしょうね。はい、しかし古賀君にとっては来年オリンピックを狙う意味でもですね、この大歓声の中でこういった決勝戦経験したってことは非常に良かったんじゃないですか。しかもこの 2回連続の優勝というのはですね、斉藤さん、はい、本当に古賀選手にとって大きな自信になりますね。来年本当に楽しみですね。はい、まあ、言ってみれば敵地に乗り込んでですね、そうなんです、その手で見事に金メダルを手にしたんですから、はい、そういった意味では、今日の古賀の優勝というのはただ単なる優勝というだけではなくて非常に大きな意味のある、そうですね、来年のオリンピックにつながる優勝と言っていいんでしょうね。そうです。しかし地元のルイスは敗れはしましたけれども、6500人の大観衆も今日はおそらく満足されたんではないかと思いますね。まあ、さらからこうスペインデーという感じさえしましたね。そうですね。試合場の方ではこれから表彰式が行われる、この準備が始められています。それでは今日の結果を取りまとめてご紹介しておきます。今日は52キロ級ではイタリアの順次、これは女子の52キロ級、イタリアの順次が初優勝、レンドルが3連覇ならずというところでした。56キロ級、これは男子ですが、スペインの、女子ですね、ブラスコがクラゴティエを破りまして、スペインに初の金メダルをもたらしました。そして65キロ級は男子です。ケルマルスが優勝、大熊選手が惜しくも準優勝であります。71キロ級はスペインのルイスを見事に下しまして、古賀の優勝ということになりました。明日はいよいよ大会の最終日になりますが、やわらちゃんこと田村亮子選手も出場してまいります。どうぞまた明日をお楽しみ。斉藤さん、山口さん、ありがとうございました。ありがとうございました。明日は世界柔道選手権大会最終日の模様を総合テレビと衛星テレビでお伝えします。